今、都市伝説やってるんですけど、もともとは、都市伝説よりもワンピースの考察もやりたいなと思ってて、黒ひげとかエネルについてちょっと喋りたいなと思ってるんですけど。うわ、もうみんな大好きですよ。黒ひげエネルはもうみんな大好きなんで。1044話読みまして、まあ、ルフィが太陽の神ニカだってことが判明したので、これはそろそろ黒ひげが来るなと思いました。はいはいはい、黒ひげって、今のところ、闇の実とグラグラの実持ってるじゃないですか。はい、今回、ゴムゴムの実の正体が分かったってことで、昔から黒ひげについて不思議だなと思ってたことがあって、頂上戦争の時に白ひげからグラグラを奪った時にすぐに白ひげと同じ技使えたじゃないですか。あれってもしかしたらその人のこれまでの技まで吸収できるんじゃないかなと思ってて、黒ひげはルフィがギアフィフスまで覚醒するまで待ってたのかなと思ってて、ルフィが5人目の皇帝って言われた時にまだ早いだろうって、はいはい、それはまあまだ覚醒してないからだったんじゃないかなと思ってまして、そうなってくるとシャンクスってこれまでゴムゴムの実を、まあ、守ってきたんじゃないかということは、シャンクスからすると、まあ、黒ひげに取られるのはまずいってことで、まあ、ここで黒ひげを止めにシャンクスも来るんじゃないかなと思ってて、ゴムゴムの実が覚醒するのをティーチは待ってるって、はい、ワノ国でルフィがこう覚醒したから今度これをもう真っ先に黒ひげが狙いに来る、それを止めるためにシャンクスも来る。そうです。もう激アツ展開ですね。で、僕は勝手に考察してて、パラミシア、ロギア、ゾーン多分1個ずつとかしか黒ひげは持てないんじゃないかなって気もしてて、それぞれのまあ最強を手にしようとしているんじゃないかと思ってて、法則的にも綺麗ですよね、その方全種類カバーみたいな、はい、黒ひげってもともとは自分ではゴムゴムの実を手にしても覚醒させられないってことに気づいてたんじゃないかなと思ってて、だからルフィに覚醒させるのを取るために闇闇の実を取ったんじゃないかっていう、自分はジョイボーイになれないみたいな、その辺が気になってる。頂上戦争のお前じゃねえんだ、はい、ティーチみたいなのは、要するにお前はもうジョイボーイにはなれねえんだっていうことを言われてた、はい、黒ひげぐらい狡猾で目的のために手段を選ばない男であれば、もうジョイボーイになれないことは受け入れて、はい、その先の奪うってことに執着してるかもしれない、はい、黒ひげの性格考えるとかなりありそうですね。メタ的によくちょっとワンピースを考察してみてるんですけど、いやメタ考察俺もします。僕の中でワンピースの主人公って3人いるんですね。ルフィと黒ひげとエネルなんですよ、はい、その3人メタ的に見るとなんですけど、都市伝説も入れると、はい、一神教対多神教対異端っていう3つの考え方、都市伝説のエッセンス入ってくるとすごいな、はい、切れ味が。ルフィはゴムゴムの実で、まあ、ニカなわけですよ。それに対して、まあ、黒ひげは闇の実でおそらくロックスなんですね。エネルが、まあ、ゴロゴロでイムなんですよ、はい、その中で3人の行動原理が、ルフィってロマンっていうのが最初から来るじゃないですか、ロマンスドームから。ドーム、はい、も超重要だけど、多分ロマンスとかロマンっていうのが超大事な言葉でよく出てくるワードで、はい、黒ひげっていうのは、まあ、力だと思うんですよ。エネルっていうのは恐怖だと思うんですよ、はい、つまり世界を支配するその動機というか、何で支配するかっていうのがあって、ルフィが、まあ、一番ふざけた能力を手にしました。それによって自由な世界を作りたいわけで、でそれに対して黒ひげも解放っていう技があるじゃないですか、はい、リベレーションがありますね、はい、あの解放っていうのはブラックホールの中に全部吸い込んで出てきた時にぐちゃぐちゃになってるっていう、はい、なのでルフィの解放とは考え方がちょっと違うんですね。でそれに対してエネルっていうのはぐちゃぐちゃというよりかはもう世界そのものをなくすっていう、空島を消したので、3つの系譜があって、それが昔の世代と今の世代っていうのが、言うならばルフィ、エネル、黒ひげなので、最終的な超でかい戦いが行われるって言われてるじゃないですか、はい、僕はそれって小田先生は善悪二元論でやんないと思っていて、3つの勢力で戦うと思ってて、その中心になるのがこの3人かなと。じゃあエネル再登場説ですね。エネルは僕の中ではもう絶対来るなって今回確信した感じですね。うわすごい。僕はいやもうすいません、はい、ミルクティーさん、はいはい、あのただのガチです、ただのガチです。いや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 ルフィの物語っていうのがワンピースそのものだと思っていて、漫画の、はい、でワンピースの一巻開いた時に、一巻の一番最初の絵があるじゃないですか、ルフィが船に立ってる絵、背拍子の裏というか本編入る前、はい、一巻の一番船の頭のところに、まあ、ニカっぽいのがいるんですよね。えちょっと俺確認していいですか、何かしらの神様みたいな。あうわいるわ、なんか神様っぽいのが羽生えてるっすね。もしかしたらルフィってもうこの船に乗ったって感じですよね、この物語の。ルフィアンカーなんで、最後これでなんかゴール地点に行く星みたいなのがあるんですよね、後ろに月とか星みたいな。でなんか僕注目してるのはこの絵のタッチなんですけど、この絵のタッチってワンピースの絵のタッチじゃなくて、どっちかというと昔の童謡とか外国のイソップ童話みたいなやつの絵のタッチじゃないですか。なるほど、その絵本としてのメタ的な感じの。嘘つきノーランドはノーランドが最後黄金鏡を見つけられなかったじゃないですか。でもルフィは最後ワンピースを見つけるんで、はい、逆なんですよ。まあ空島編見てたらほとんど多分これからの展開に来るだろうなっていうことが書いてある気がしてて、空島編がすごすぎて今空島編を見返すとこれもう予
言書だろ空島編っていうのありますよね。そうですね。でコビンにルフィが海賊王になるために死んでもいいっていうじゃないですか、まあ、死ぬことって多分決まってたんだと思うんですよ一巻で。うわ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 。ジョリー・ロジャーのドクロマークについて小田先生が説明書いてて、はい、死の象徴って書いてるわけですよね、はいはい、最初からルフィの死とともに二巻になる復活のイエス・キリストの神話みたいな話、復活って神になるっていう、そこはもう最初から決めてたんだろうなって思ってて。